はい、次ましてハッスンです。この器は、今度の器の会の、6月にあります方の器で、剣山の写しをモチーフに、このような、鉢物として作っていただいてました。いただきました、はい。まあ、それはさておき中身ですけど、カニコロッケ、カリフラワー、花豆、フグの三河の煮こごりと、鶏松かぜに、お豆ですね、炊いたもの、うん、やっぱりこうちょっと突っ込みたくなるような部分はあるんですけど、まあ、このあたり結構ね皆さん感じないというのかどうなんだろうと思うんですけど、はい、早速ですがいただいていきたいと思います。というわけで、ちょっとツッコミどころが満載のハスンでございましたので、だいぶ内容が変わると思います。はい、続きまして、炊き合わせですね。今日は、聖護院かぶらとフグと、金時人参にほうれん草、はい、ですね。いただきます。なんかコメントしないとね、うん、そうですねって感じですね、うん、美味しいんですけどね、うん、なんか日本料理難しいなって思う今日この頃です。はい、ありがとうございます。はい、ではお食事です。今回は白ご飯におかずいろいろという形でブリの煮付け、天草のあいうなぎのかば焼き、それから漬物という形になります。天草のあいうなぎはね、あの鵜の時でもお話ししているうなぎです。ご飯を食べたいんですが、周りに誰もいないので自分でご飯を注ぎたいと思います失礼します。もうワンテンポ早ければね、最高のタイミングだったんですけどね。はい、で最後締めに、卵とじです。今回は、フグの白子の卵とじになってます。はい、いただきます。味噌汁も漬物も全部食べてしまいましたという。うん、ごちそうさまでした。はい、というわけで、トータル3杯食べました。まだまだいけそうなんですが、この後デザートもあるので、デザートにおデザートいただきたいと思います。はい、すいません、撮影を忘れてデザート食べちゃいましたはい、インスタグラムとかでも写真は出てるので、そちらを参考にしていただければいいと思いますけど、どら焼きですね。柚子のジャムを使ったどら焼きです。あとはイチゴですね。そろそろイチゴの季節になってきたので、今回は甘露の方をイチゴという形でご用意してもらいました。はい、というわけで、今回も試食会動画撮らせていただきました。やっぱり食べるといつもいろいろ感じます。はい、まあ、これをフィードバック石田さんにして、一緒にまた、2月の献立を皆様にお楽しみいただけるように、より良いものにして、ご用意してお待ち申し上げたいと思います。引き続き乃木坂新よろしくお願いいたします。それではまた。失礼します。